さあ、グラブルやっていきますということで、もうグラブルなんて半年ぶりくらいの動画になった気がしますが、まあ結局ね、去年ね、今年こそ頑張るって言ったものの、結局去年も全然、むしろ過去一くらい頑張らない一年でしたけど。最近デイリーミッションとか、ログインだけになっていたゲームを、全部引退して、ちょっとグラブルにね、ちょっと時間触れるんで、久しぶりに、最近ちょっとグラブル頑張ってます。1年くらい溜まってた、アイテム装備ね、久しぶりに整理して、ずっとマグナ編成だったんですけど、とりあえず光と闇だけ、神石編成に変えました。まあそんな感じっすね。で、今回はレジェンドフェス。前回のグランデフェスで、リッチが出たんでね、このフェディエルっていうのも欲しいとこであるんですが、まあいいでしょう。まあ普通に、新リミテッド。もしかそのフェディエルっていうの。でも最近神石編成に移行したんで、この六竜の闇欲しいっすね。まだ来てなかったんですね。ただ自分グラブルのフェスはね、マジで相性悪いんで、排出率2倍になってないんで、ちょっと不安ですが行きましょう。まあ、どの道石がないんでね、基本的に自分全ゲームガチャルールマックス30連にしてるんで、今年はね、ちゃんと守っていこうと思います。10連目、いきます。いやー、マジでさ、グラブルのフェスさ、マジで SS 出ないんですよね。グラブル前科あるからね。困っちゃうね。さあ、10連目も、いつも通り爆死です。20連目。ちょっと音量入れるの忘れてました。20連目出ました。 SS おお、これは召喚獣来ましたね。フェディエル召喚獣の方来たはずです。自信あります。自分召喚石だけ なぜかやたれてるんで。うわ、出なかった。マジか、通常武器でした。頼む。 あ、終わった。終わった。まあ、SS は2個出てくれましたが、まさかの通常ガチャさん。ちょっと単発でいきましょうか。よしよし。さすがにね、通常武器2個じゃ引けないですよね。うわ、マジかよ。珍しくSS は出てくれてるんですが、SS さえ出れば大体新キャラ引けるんですけどね、自分いつもね。今回はちょっと引けないっぽいっすね。頼む。ラストです。頼む。ダメだった。まあまあまあ仕方ないですね。早速ガチャルール破ってしまいましたが、39連、約40連ですね。いや、やっぱガチャルールはね、守った方がいいですね。いやー、ちょっと反省です。ガチャルールは守るべきでした。ルオー強いのかな。まあでもフェディエルの方が欲しかったな。まあいいや、そんな感じで。まあ久しぶりにね、グラブルの動画撮りましたが、まあ昔から言ってますけどね。一番やりたいゲームは何かって言ったらアプリゲームでね。自分グラブルなんですよ。気持ちはグラブルにずっとあるんで。リリースからやってるんでね。モバゲの時からやってるんで。もう気持ちはグラブルを第一優先に常に思ってるんですけど。本当にいよいよね、久しぶりに再始動ね、していこうかなと思います。本当にここ半年くらいはね、ちょっとマジでやばかったですね。イベントすら、クリアしただけで終わりみたいな。なんつうんだろう。もうミッションとかすらやらないみたいな感じになってたんで、最近ちょっと頑張ってるんで、ちょっと200回周回もちゃんと終わらせてますし、ちょっと頑張ってます。まあ、ちなみに、自分がこの神石編成に移行した、この闇属性がこんな感じですね。召喚獣はこんな感じ。
武器はあんまり大したことないんですけど、ハイランダー編成になってます。つい最近このマグナ編成でこの編成だったんですけど、リッチンとかこれじゃなかったですけど、これに変えた感じですね。正直マグナ編成のあれもだいぶ強いイメージはあったんですけどね、どれくらい変わるかちょっと半信半疑で紙石やってみたんですけど、ダメージは結構上がりましたね、ハイランダー編成でもね。まあそんな感じです。そろそろあれか、アニバチケット、あれ販売来ると思うんで、まあこの今アプリゲームにね、このほぼ課金しなくなったこのしのちゃんでも、グラブルのアニバチケットだけは 毎年買ってるんで、あれはね買っていこうと思います。何を交換するかっていうと、自分は多分バレンタインのアグロバルかな、多分あれを今年は交換しようと思いますね。まあそんな感じで、どうもありがとうございました。